はい、皆さんおはようございます。ゆカフェのゆかです。今日は髪を切って2日目というか、次の日の朝なんですけど、髪を切ったっていうこともあって、メイクから髪まで準備してみようかなと思います。あれだね毎日こう洗わないといけないんだね、きっとすごい髪が寝たら四角になりました。私もともとここの、ね、骨がすごくこう出てるっていうのかな、ハート型みたいになってるのか、頭がこうビヨーンってだからちょっと変な感じなんですけど、とりあえず髪と顔、というかシャワーしていきます。思います。それでは行ってきます。はい、それでは皆さん、シャワーしてきたんですけど、髪を最初にやっとくといいのかな。最近使ってるのはね、デュアルセンスウルトラスムーススムーススムージングオイル、ヘアオイルになります。これは私の姉が私の結婚式前にヘアケアしなさいって、このシャンプーとコンディショナーとこのオイルのセットくれたんですけど、めっちゃめちゃいいの、これ今まで使ったオイルの中で一番いいです。ただ韓国でどうやってアマゾンでどうやって買うんだろうってすごく今悩んでるところです。はい、それでは髪を乾かしていきたいと思います。一旦ここで途中なんだけど、アイロンが温まるまでお化粧していこうと思います。いつものベースメイクをしていきます。やっぱりまだお気に入りなんだよね。もうちょっと乾燥に強いしっとりタイプのクッションファンデ探してこようと思います。今日韓国はね、乾燥注意報みたいなのが出てね、最近すごく乾燥してて、本当に保湿しっかりしてあげないといろんなトラブルの原因になったりするので、ちょっと気使っていこうかなと思います。それでは次はいつものね、これ RMK。なんか最近いきなり寒くなったから鼻水が出ます何の報告。なんか日本も結構全体的に寒くなったって聞いたから、みんなも風邪に気をつけてね。じゃあこのインスフリーのスマートドローインカラーコレクティングを、ちょっとくすんでるなっていう部分にのせていきます。結構肌明るくなるでしょ。ちょっとパウダーで少し抑えていきます。こういう感じね。たら昨日の美容室で眉毛の色をね染めたのだから、今日は眉マスカラはなしなんだけど、このファシオのアイブロウペンシルリキッドタイプで眉毛を描いていこうと思います。これやればいいね。こんな感じです。こっちのパウダーでも自然になじませていきます。正直前髪作ってからあんまり眉毛にこうポイントを置かなくなったというか自然にちょっと眉毛が自然な感じになってれば OK って感じ。そしたらアイメイクに行こうかな。ピアのモテメリョ7番のお色を
まずベースでアイホールにのせていきます。今日はちょっと指でやっていきます。動画作るときはさ、ブラシ結構使って綿密にやるんだけど、本当は結構日々私はこういう風に指で塗っちゃうことが多いです。でこれはね、最近買ったイニスフリーの21番のチャギャコッタバルっていう色です。これをちょっと3分の2ぐらいに塗っていきます。イニスフリーのシャドウはね、正直あんまり持続力はないんだけど、パールがすごく細かくて綺麗なんです。このネイチャーリパブリックのマットタイプ43番のお色を目尻につけていきます。自然な感じね。ちょっとこうグラデーションになるような感じで、こんな感じで。私の鼻水見えてないよね。はい、そしたら涙袋のところにさっきのこのイニスフリーの色をちょっとのせていきます。すべて指でやるっていう、本当に適当。真ん中どうしたらいい。ちょっと前髪のボリュームが落ちてほしいんですけど、まあ、とりあえずアイメイクはこんな感じで、アイラインは 3CE のジェルライナーを使っていきます。まつげとまつげの間を埋めていくような感じで、奥まで もすごい自然に描きました。目尻もこうあんまり伸ばしすぎず、こんな感じで描きました。そしたらチークはこれ結構気に入ってるんだけど、 3CE のローズベージュっていうお色です。もう響きから私が好きそうでしょ。秋冬にすごい使える、こうピンクピンクしてないんですよね、落ち着いたピンクの色って感じ。つけていきます。セラインにもなじませて、こんな感じです。こういうすごい自然な色なんですけど、そしたらリップを塗っていきます。VDL の506の色を塗っていきます。こういう風になってます。こんな感じ。可愛いお色になってます。可愛いでしょ。で、ここに上乗せというかちょっと潤いを足していきたいので、ロレアルパリのシャインオン911のお色をちょっと乗せていきます。全体乗せずにこの辺だけ乗せてあげました。そしたらメイクアップはこんな感じなんですけど、今から髪をねやっていこうと思います。これ持ってきた。そしたらセクションを開けていって下からやっていきます。なんかあんまり私はボリュームを出したタンバル盛りがあんまり好きじゃなくて、自然に自然に伸ばしていくような感じにします。ここがポイントなんだよね、タンバル盛りは。後ろ側はちょっと強めにこうカールを入れるといいみたいですよ。このボリュームも大事だと思うので、さっきドライするときにここの中、内側にちょっとボリュームを出したので、こういう風になります。反対側もやっていきます。あれ？失敗しちゃった、ここ。
前髪がなんか溶けかないんですけど、じゃあこのさっきのオイルを、この前髪を取ったら、この上だけちょっとなじませる。はい、こんな感じのヘアメイクになりました。それではちょっと着替えていきます。こんな感じの、タンバル盛りメイクと、あとタンバル盛りのヘアセット、簡単だけどこんな感じで終わりにしようと思います。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ、アンニョン。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョン。